まさかの裏切り。今井はが好きすぎる。今井は現役時代2002年から2015年までロッテ、2016年から2019年まで楽天に在籍した。そんな今井の三塁守備は日本トップクラスで、守備範囲が広く2005年から3年連続、三塁手部門で守備率トップだった。実は今井は幼少期から両親の影響で巨人を応援していた。現在も長嶋茂雄を敬愛しており、中学時代のジャイアンツカップの表彰式や、2015年の第17回ゴールデンスプリット賞の表彰式で、長嶋氏から直々に祝福を受けている、またごりという愛称からか、ファンからバナナをプレゼントされたことがある。しかし、今井の好物はソーセージだ。公式サイトの好きな食べ物の欄に書くほど、ソーセージが大好きな今井新監督に期待したい。